ジッププラス3。いやー寒いございますな。一人だけあの外なんですかっていう。いやちょっと新宿から中継して帰ってた。お帰りなさいませ。寒かったんでちょっとねまだ手袋もしてますけど、ありがとうございました。今日寒かったですね。寒かったですね。布団からねなかなか出られなかったという方も多いんではないでしょうか、皆さんはどうでしたでしょうか。いやあの いいですか。はい、はい、お願いします。私今日3回目のプラス3なんですけれども、はいはい、あのお二人とあの共演するのが初めてというか、はい、ちゃんと一緒に画面に映ることがなかったので、うん、初めましてとしてここでご挨拶をさせていただければと思います。あの今ジップにお邪魔させていただいている入社6年目の川出夏実と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一視聴者としても二人は見ているっていう朝の天気を伝えてくれているお二人っていう感じですね。どうですか目の前にして。もうなんかマッシュちゃんマッシュちゃんなんてなんかもうお姫様みたいに。あらららららら、ありがとうございます。あのZIPの SNS インスタグラムもフォローしてるんですけど、うん、あのハロウィンのディズニープリンセスのコスプレされてたじゃないですか、うんうんうん、もうまんまだみたいな、もうそのまんまパークにいていいっていう、出てきた映画の中からみたいな、出てきたっていう、もうあれはいいね、速攻しましたね、うん、小林さんも本当に初めまして。初めまして。なんかどうですか小林さんの印象は。優しそう、なんかそう天気もすごく、なんていうんですかね、ちょっと積み方させて、マッシャンの後に聞いちゃダメですって。いや先にちょっとマッシャンを聞いちゃいましたけど、小林さんだって負けてないですよね。小林さんの魅力、うん、どうですか小林さん。石川さん曰くちょっとここのお二人気合いそうっていう。何を思って、わかんないですけど、あの詳しくは聞いてないですけど、はい、なんか変わった者同士、ちょっと気が変わった者同士。私は全然知らないですよ。石川さんに変わった者認識されてるってこと、うん、そういうことですよね。えもしかして今布団から出れないってあの、はい、住岡さん言ってましたけど、布団使わないタイプ。そこまでは変わってない。あそこじゃないんだ。そこじゃないんだ。そうですね。石川さんどこなんだろうな。どこなんですか。小林さんの変わってるレベル基準が高すぎます。いやそうですか、ね。その辺かなと思ったんだけど。小林さんも変わってるっていうなんか前情報は、なんとなく噂ではあるんですけど、具体的に何かっていうのが確かに分かんないですけど、はい、何か一緒にやっててこうありますか。マッシャーも変わってるからね。ん今日全員変わってる。みんな変わってんだ。みんな仲良し。みんな変わってんだ。僕だけがまとまってる。僕は変わってないですよ。皆さんね、はい、絶対信用してもらえないと思いますけどね。どうしよう。逆にじゃあお二人から見て変わりますか。うん、通称夏男でございますけれども、え夏男、はい、いかがですか。あの石川さんに間違えられて、あのお夏っていうあだ名が、うん、あのヤンモさん限定であるんですけど、ヤンモさんにお夏って呼ばれてるんですけど、それをずっと石川ちゃんは夏男だって勘違いしてて、あのジップ3プラス3ですごくあの堂々と披露したら違いますよっていうツッコミがあった、おてんばなんだから石川さん。でも夏男で行こうかっていうことで、はい、通称夏男さんで、いいですね。じゃあ私も夏男さんって呼んで、夏男さんって、あ、いいじゃないですか。でも誰も夏男って呼んでないけど、ね、石川さんが間違えた、石川さんしか呼んでない。だけでもこの空間だけでの限定なので、はい、でももうお好きにどうぞっていうかね、まあ、じゃあ僕も夏男さんにしよう。いいですね。じゃあ夏男で行きましょう。じゃあ僕も夏男さんで。いいよ。ちょっと間が。どうですか夏男さんのイメージはいかがですかお二人は。でもあのちゃんと喋ったことがなかったんで、うん、はい、あの意外とクールなイメージでした。あ、なるほど。はい、もともと実際会ってみてどうですか、うん、あすごいなんか意外と喋りそうな、なんかおしゃべりそうなイメージ、うん、おしゃべりそうな、おしゃべり好きそう、おしゃべり好きそう、おしゃべり大好きでございます。どうですか小林さん。僕はやっぱりちゃんとお話したことはもちろんなくて、うん、メイク室の近辺とかでこうすれ違った時に少し挨拶させてもらうとか、うん、それぐらいだったんですけど、あなんかでもご一緒する前からなんか夏が好きそうだなっていうふうには思いました。おお、はい、なるほど。夏をなんと夏生まれ。おお、やっぱりそうなんですよ。もう8月の本当に真夏に生まれました。やっぱり、はい、やっぱりなんか
いやなんかその辺ちょっと来るんですよね、このスピリチュアルな。ちょっともう出てるんですか、オーラが。そうビビッと。ビビッと。小林さん、オーラ見えるんですよ。えなんかこう見えるタイプ。そう、オーラと呼んでいいか分かんないですけど、はい、ちょっとこう色がそうちょっと淡く後ろについてる感じがするんですよ。へー、その川出さんの場合は黄緑。黄緑、はい、ちょっと優しめの黄緑。へー、夏の。そう、でもその若葉のような。おお上手。ありがとうございます。すごい若葉刺さりました、小林さん。あ、よかったよかったよかった。そういうところがいいですね。そんなね、オーラがね、ありますね、はい。他はどうなんですか、見えるんですか。日によって違うんですよ。日によって、うん、そうなんですよ。違うんですね。僕、住岡さん水色。水色、はい、ちょっと嬉しいかも。なんで水色なんでしょうね。そう、その意味がわからないので、ちょっとおのおの調べていただいて。まあ、ラッキーカラーみたいな、なんか水色のこう特徴みたいな、ね、確かに、ちょっと水色のもの身につけてみようかな、うん、今日は一日一日で、濃いめの紫、濃いめの紫、なんかちょっとやばそうですけど。なんかいろいろ調べると、そう、ちょっとね、黒寄りっていうか、濃い黒寄りがあんまりよろしくないです。あ、そうなんですね。気力大ってことですか。ちょっと今日の運勢ダメですか。今日疲れてる大丈夫。ちょっと今日すごい眠いなって。ああ、じゃあそれかな。じゃあ日によって違うんですね、うん、何その、やっぱ不思議です。やっぱ不思議です。自分でご自身で鏡見て自分のオーラは見えるんですか。いや、わかんないんですよ。あ、そうなの。映像とかもわかんない。そこはなるほどっていう感じで終わっちゃいますけど、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ね、うん、終わらせませんよ、それ。川出さんと小林さんが何似てるってね、石川さんも、うん、なんでしょうね、ね、シンパシー感じます。シンパシー、あ、でも、なんでしょうね、基本こう、私もボケツッコミみたいな、はい、あのいわゆるこう定番のというか、うん、お決まりのトークが苦手なんですよ、うん、あ、そうなんですね。こういう風に言われたらこう返すでしょうみたいなのが結構テレビのトークとかってあると思うんですけど、オチとかそういうのが分かんないんですよ、意外と。頑張ってやってるっていう感じで。そうなんですね。結構トンチンカンなことを言っちゃったりとかしちゃうんですよね。でも自分ではなんでそれが逆にこう笑われたりとかして、なんでそれが面白いのか分からないっていうような、そうのはありましたね。なんか言われますか。いや、自分であれですか、自分でボケて突っ込んじゃうタイプですか。自分でボケて突っ込んじゃうのは多分住岡さんのあの芸。まさにね、まさにあの芸風なんじゃないかなと思うんですけどね、はい、自分でボケて突っ込むのはあんまりおすすめしません。ちょっと話変わっちゃうんです。あれって即興でやってる。あ、即興ですよ、全部。すごくないですか。あの8時台のニュースの時はびっくりしますよね、本当に。あのライフビズです。そうそう、ライフビズ。いや、本当にね、あの最近急にライフビズで羽を伸ばし始めまして。いや、しかも顔が映ってない時にやるからびっくりするんですよ。そうなんですよ。まあ、徐々にこう自分の、ね、色を出していこうということで、うん、ライフビズもちょっと原稿通りじゃなくてちょっと変えてみたりとか、あ、自分のね羽を伸ばしてやってるんですけど、カメラに全く映ってない感じなんですよね。なんか急に通販系の喋り方になってそうですね、いろいろやってますけどね、声高くしてみたりとか。そうそうそう、でもなんか通販系の声質じゃないですか。通販系の声質。通販系、あら、素質なんとみたいな、お値段、あ、そうですね、2800円、なんとですね、皆さんって思ってますね。某通販番組感あるけど、某通販番組の社長が見えますし、うん、いや、いけそうだよなと思って。いけそう、ありがとうございます。そう、まあ、面白いですけどね、おすすめしないっていうことを。はい、その芸風トークね、ちょっと私もあんまりそういう得意だなっていう感覚がないです。ああ、そうなんですね。なんか好きなこととか意外とあったりするんじゃないですか。あ、好きなこと、インドア派ですか、それともアウトドア派ですか。迷っちゃうな。どっちなんだろう。でも私もどっちも持ち合わせてるので。あ、ついに来ましたね、共通点。こっちの感じもなんか、はい、まだわかんないけど、まだ何がいいんで、うん、じゃあ何がアウトなのかみたいな、うん、あ、いや、わかります、わかります。あ、何がいいんだろう。でもなんかお散歩とか好きです。ああ、お散歩好き。お散歩好きで帰るの、歩いて行ったりとか、うん、どこに、あの家まで。ああ、そうです、家まで歩いたりとか。へ、何キロ、何分くらいですか、うん、何分ぐらいだろう。でも1時間以上です、ね、1時間以上、
あることありますか、川出さん。1時間以上は、うん、まあ、最近はないんですけど。ないみたい。でも散歩しながらの写真撮ったり、うん、はい、いろいろ歩きながら何かするっていうのはすごく好きですね。知らない人に話しかけちゃったりとか大丈夫ですか。私ですか、はい、でも結構お店の人とかと会話するのが好きで。あ、来ました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 、小林さんはどうですか、そこからなんかどんなことしちゃうとかあります。僕はお店の人だったら、例えば店員さんに服とか買いに行った時に、うん、ビニールつけます、今日雨なんでとか言った時に、はいはいはい、あ、でも大丈夫ですみたいな、あと30分ぐらいでちょっと雨止むと思うんでみたいな、うお、ちなみに明日みたいな感じで話しちゃうんですけど、後ろレジなんで長蛇の列になってたりとか、うん、しちゃうタイプ。あ、天気予報、それはないタイプ。あ、違う、違う、違うか、違いましたね、うん、いや、そっか、でも話しかけるは結構あるかもしれない。あ、いいですね、来てますね、なんか出会いが楽しいみたいなのは、うん、ありますよね。なんかこれお見合いですか。あーみたいな、なんか、ね、共通の趣味見つけた。一瞬のと何の会だと思ったんですか。なんで間マッシャー挟んでお見合いみたいになってますけども。なんかちょっと、ね、どうせなら見つけたいなと思って。見つけたい、そうですね。今後もね、なんかね、ご飯とかね。ご飯も行っていただいて。本格的に。なんか番組でとかじゃなくてご飯。ご飯なんだ。なんかまたね、みんなでね。みんなでね、バーベキューとかね、なんかいいですね。バーベキューいいですね、うん、バーベキューいい、みんなでもしやるんだったら、ね、ぜひ誘ってください、うん、またバーベキューしたら僕、住岡さんのことずっと捕まえてるから。それまた話せば長くなるんですけど、長くなる、はい、それもまたね、長くなるんですよ。あ、そうだ、小林さんお酒飲むと全部覚えてないんですか、うん、あ、私もなんだ。おー、来ました、終盤で来ました、あ、終盤で来ましたね、全然さっきまで普通にしてたのに、うん、はい、気づいたらもうなんか家で寝てましたっていう、じゃああれですね、一緒にご飯行っても関係性リセットされちゃいますか。確かに、じゃあ何回ご飯行ってもいいわけだ。ポジティブ、ポジティブ、まあね、またね、全然バーベキューとかね、ご飯とかバーベキュー好きですね。行っちゃって、行っちゃってください。また新たな2人一面が見られてよかったよかった。マッシャもうちょっと聞きたかったんですよ。私、ここ共通点をちょっと探せただけで嬉しいです。あ、本当ですか。またこれからもぜひよろしくお願いします。お願いします、お願いします。爬虫類が好きだったんですよ。あ、なるほど。爬虫類はそうでもない。爬虫類好き。僕も定期的に舌が出てくるタイプは苦手ですね。なるほど、爬虫類の中でも。そうですね、なるほどね、うん、やっぱ面白いよね。やっぱ面白いですよ、独特のこう観点があるの。まあね、カズさんも、いやいやいや、またね、なんか爬虫類カフェとか苦手だって言って、爬虫類あんま好きじゃないって言ってんじゃん。いやいや、でも好きに なれるかもしれないですから。なんなんなら僕も爬虫類そんな推しじゃないですからね。推してるのは私です。あー、まあ、こちらの方です。マッシュが推してるのね。あ、ごめんなさい、小林さんかと思ってて、小林さんに振っちゃいました。爬虫類好きなんですか。あ、好きというか、人にこう紹介するのが好きなんですよ。爬虫類するのが好き。なんか名前詳しかったりとかいろいろ。いや、全然詳しくないんですけど、はい、こう動画を見せて可愛いでしょうみたいな、買いませんみたいな。新しいタイプ、回し物みたいな。爬虫類の回し物みたいなね。紹介されてペットショップ見に行きましたもん。そうですね、はい、じゃあね、またみんなでこうペットショップとかね、行きますか。だから住岡くんもやっぱなんかおかしいよね。おかしくないでしょ。何の人だろう。いや、ね、せっかく今日みんな集まってもらったの。仲介業者ですか。楽しかったって人。はい、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 楽しかった、楽しかった、楽しかったぞーって人。ということで、今日の回いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントの3点セットよろしくお願いいたします。意外と盛り上がった、意外と盛り上がったね。